久々に、はい、新地町を、まあ、訪問しまして、はい、浜吉田、はい、そして、相馬方の、運行を再開に立ち上げました。皆さんの努力で、仙台まで、つながることになりました。本当に、おじいさんおばあさんもみんな笑顔が溢れてましたが、特に、高校生や子どもたち本当に喜んでました。まさに新たな希望の光が灯った、そんな感じに仕上げていただいています。そして皆さんのふるさとへの思いや情熱がこれの、エネルギーだなと改めて感じて、皆さんもしっかりとこうした復興を支えていきたいと思います。